ちゃっ、こんにちは、豊さん、はい、もう今年はコンパじゃないです、え、コンパ、コンパもうやんないよ、そんなこともうそんな年じゃないよ。豊さん、漢字を間違えてません？あ、そう、はい、何合同コンパではないです、合コンではない、あ、合コンだ、コンセンパリーグ、略してコンパ、あ、コンパね、コンパ、はいはいはい、っていう風に使われてたんですけど、はい、もう今年は違います、はい、コンセ、混戦セリーグということで、現在、まあ、5月21日時点で1位から6位までがなんと5ゲーム差の中にいます、はい、これはパリーグでいうと1位と2位の中にスポッと入っちゃってるような感じなんですけれども、うんうん、この混戦セリーグ、じゃあ抜け出すのはどこなのか、うん、さらに抜け出すのはいつ頃のタイミングなのか、うん、もしくは抜け出さないままずっと混戦のまま行くのかっていうのを豊さんにズバリ予想していただきたいです。で、交流戦までもう残り数試合というところで、ここから当たってくるチームというのが現在5位にいる中日と6位のヤクルトが当たります、はい、さらに阪神は、1阪神は3位の巨人と当たります、はい、となってくるといろいろシャッフルする可能性も成績次第ではある、もしくはもちろん動かない可能性もあるんですが、まず交流戦前まで豊さん、この順位どう見てますか？まず今1位阪神、2位広島、3位巨人、4位 DeNA、 5位中日、6位ヤクルトです。まあ大体予想通りじゃない？あ、豊さんも、いやだって広島はこの時期絶対来るからって言ったじゃん、ってはい、それできっかけをつかんだよね、チームの形というものを、はい、うんうん、だから俺はまず抜けるのは広島、うん、これ広島交流戦前までに一旦首位に1回でも立つ可能性って、もちろん今阪神ともねまあそこら辺はどうかわからんけど、はい、でももう肉薄してるよね、はい、いやだからそのまま行くともう落ちることはないと思う、落ちることはない、落ちることはない、うん、で阪神もまあギリギリ守るだろうね、うんうん、保つと思う。ここが今1位と2位、現時点で 0.5 ゲーム差なんですけど、はい、どうなる、うん、一進一退で2つで行くんじゃない、うん、ここの2チームがいい感じでこう、うん、トップをちょっと、そうだな、まあ、あの阪神はピッチャーがいいし、うん、まあ、広島はすごくバランスが良くなってきたというね、うん、でまあ、先発ピッチャーもいるし、あとやっぱり守備がいいよ、はい、まあ、矢野を入れて小園をサードにすることによって、うん、まあ、非常にこう落ち着いたというか、うん、だから三塁手がいなかったんだよ、小園ショートでもいいんだけども、はい、三塁手がやっぱこう何かしらやらかしてる球団だったから、うん、はい、だから小園が入ることによって、まあ、小園もサードに入ってやらかす時もあるけどもそうですね、まあ、矢野もこう守備範囲だとかあの肩だとか、うん、それを考えるとやっぱ相当な範囲で守れるしね、はい、で菊池が安定してるでしょ、うん、で林っていうのをファーストに入れて、はい、本当は林がサードだったんだけども、うん、そのファーストに入れることによってなんか守備が落ち着いてるというかね、うん、はい、で外野手はもうそれぞれ能力の高い選手がいるという、うん、まあ、末金がちょっとね心配だけで、はい、これは勝ってたら守備固め使えばいいだけの話だし、うん、で、まあ、坂倉がキャッチャーやりながら当たってきてる、うん、あとやっぱね島内がいいよ、あ、8回に上げる島内がもう完璧だもん、はい、ここら辺のあそこまでつなげばっていうね安心感もあるし、うん、で、まあ、栗林がいる、はい、だから7回だいたいあそこのピッチャーって6回まで投げてくれるから、うん、7回を総動員して、うん、抑えにかかったら、これはこう安定してると思う。そうですよね、まあ、黒原投手とかにいろんな投手でも揃えてますからね。もういろんな投手を投げさせてるからね。だからまあそこら辺では島内がやっぱ8回1人でもビシャーっといってくれるっていうのがすごく大きいなと思ってね。だからここら辺はやっぱもう崩れることはそんなにないかなって。あとは怖いのはやっぱこうここまでちょっと走ってきてるから、はい、だから疲れがちょっと心配だけども、うん、まあ大丈夫でしょう。ということはそこにまあ阪神も大崩れすることなく、この2チームは、まあ、ピッチャーいいしな、うん、上位で、うん、それと岡田監督がやっぱり変な手は打たない、うん、しっかりまともな手を打つ、まあ、新井監督もそうだよね、はい、うん、だからまあここら辺はこう安定して点を取れるときに点を取っていけるだろうし、うん、まあ、安定してるかなっていうふうには思う。となるとですよ、現在3位の巨人と4位の DeNA っていうのは、はい、ここから例えば1位、2位に躍り出ていくことというのは、特に巨人だからね、巨人はね、もう野球が見えてる相手から、う
そうですね、分かるだろう、うん、あの何回かやっぱ、なんか見えてるって言ったら分かるだろう。はい、分かります。なんで何が分かるの？もうあのとにかくバントでっていう、はい、だから時としてバントっていうのは脅威になるけども、うん、大半がやっぱ相手を楽にする、一つを簡単にアウトをくれるから、はい、っていうふうに考えると俺はやっぱ苦しい戦いがずっと続くと思う、うん、あと意表をつくとか、それがうまけりゃいいけどさ、そうなんです、ね、また下手ときてるから、ね、また失敗しちゃうんですよね。失敗するんだよ。だ簡単にワンアウトツーアウト取れてしまうっていう、そうだから岡本坂本、はい、ここら辺を少し注意してマークしとけば、はい、場合によっちゃ逃げとけば、そうですね、そんな否定はやらないかなっていう。そうか、ということは巨人がなかなかこの今より1位、うん、2位にまた返り咲いていくっていうのはちょっと難しいかもね、今の状態であれば難しい、まあ、これちょっと交流戦前までのということになります、うん、今の状態では難しい。でこれ中日ヤクルトが当たるんですよね、はい、交流戦前最後に DeNA の話を飛ばすのかいいか、気使ってくれたそんなことない。DeNAはどうなんですか、状態的に今牧選手も、ね、下がってますけど、打線の状態が一番いいのはやっぱり海老名が当たってることによって、うんうんうん、牧がいないのはちょっと不安だけども、うん、一番状態はいいよ、バッティングの状態、はい、でも戦略がない、それ常々おっしゃられてます、ね、もうね、これは攻撃のことを言う人もいるかもわからないけど、守る体型がね全くなってない、うん、ここでバックホームしないのかとか、もうそういうことも合わせ持って、うん、もう全く何をやってるか分かんない意味もね、逆によく4位を保ててるなっていう感じ、そうだ、打つ能力が高いだけの話なんだ。なるほど、だから能力だけでシーズンを戦って優勝できるほどではない、はい、うんうん、ね、そしたらやっぱ何かやっぱこう戦略的なこと、はい、まあ、そういうものをやっぱ考えていかなきゃいけない、水を漏らさないようにしなきゃいけないんだけども、まあ、だから言えば投げてるピッチャーが調子がいい、抑えたから誰かが打ったから勝った、うん、ね、あ、誰かが打たれた、あ、エラーした、だから負けた、うん、もう単純なんだよ、うん、そうじゃなくてそこをなんとかしていくのが野球であって、はい、そこに面白さがあり、うん、そこをファンが楽しみにしてると思うんだよ、はい、全くわからないもんね、野球がどういうことをしたいのかっていう、うん、全くわからない、うん、ただ走って盗塁の数が今までずっと少なかったから、うん、もう闇雲に走ってみたいな、うん、数だけは増えてるみたいな、はい、アウトになっちゃったって、いやいや、オープニングの方先頭バッターが出ていきなり走ってアウトって、うん、それはもう盗塁を取ってるようなやつがアウトになってるんだったら、うん、ほら仕方ないなってちょっとしくじったなって思うかもわかんないけど、うん、え、なんでオースティンの時に走るのみたいな、はい、じゃあ何のためのオースティン2番なのっていうのもやっぱ中にあるんだよね、うんうんうん、だからなんかこう俺の野球観だけどしっくりこない、ああしっくりこない、うん、ってことはこれ DeNA って広島と当たるということは、これ広島今非常に好調なので DeNA この今4位ですけど中日ヤクルトとは 1.5 ゲーム差なので、もしかすると、まあ、4番を変えてるしね、はい、だからちょっと危険度は高いかも、まあ、ただその佐野と宮崎が当たってたりだとか、飛び飛びで当たってる感じがするんだよね、はい、1番3番5番奇数が当たってる7番山本とか、うん、が当たってる分にはその偶数が出ることによってチャンスは広がるっていうことだから、うん、まあまあノーサインで勝てるよ当たってるよあそこは逆にね、逆にサインなしで、サイン出したら変になんかおかしくなるんだよね、もうノーサインで一回やってみたらいいのかもしれないですけど、ね、いや本当に、うん、さあそして中日とヤクルト5位6位なんですけど、はい、ここを直接対決です、これ交流戦前までにどういうふうに予想します、豊さんに、まあ、ヤクルトの方は、うん、ヤクルトの打線を司るって言ったら大げさかもわからないけども、うん、やっぱ一番の存在ってすごく大きいと思うんだよ、うん、やっぱ塩見がいるのといないってめちゃくちゃでかいんだよね、はい、で丸山が成長して丸山がこう打撲したみたいな、はいはい、打撲すんなよってファインプレーしたんですけどね、帰ってこいってお前どこまで一番バッターが怪我しているんだっていう、いやなんか大丈夫ですか、鬼門なんですかね、いやどうなんやろな、うん、だから丸山があのままね元気でいてくれたらこれは丸山の状態にもよるけども、はい、そっから始まってくると俺はいいと思う、うん、あとはやっぱ鉄と
打ち終わってピッチャーを入れて竹岡を9番に入れるとか、うん、いやそれだったら俺竹岡の方がいいと思う、うんうん、チームはうまく回ると思う、はい、だから山田には申し訳ないけども、うん、ちょっと前休んどいてもらった方がいいかもちょっと休憩っていうことですねまあそれは破壊力もあるしそんな能力ではないっていうのはもう分かってるけど、はい、だけどやっぱ力が出し切れないもんなあのやっぱり全盛期の頃とはちょっとやっぱ違うっていうのがありますそうだねだから竹岡っていうのは伸びてきてるしね、うん、この前でもまあ点取れないところを一人でホームランを打って点取ってきたりだとかはしてたし、うん、だから哲太の存在っていうのは必要だけども今の状態では竹岡の方が俺はいいと思うということはその戦い方次第そのメンバー次第でヤクルトはその中日とのこの連戦で上位に上がっていける可能性っていうのはあるいやピッチャー次第だなそうなんですピッチャーがねちょっと先発も小川投手も石川投手もちょっとっていう感じだったので、ね、そうだな今誰がだからやっぱまあ苦しいのは確かだよねピッチャーはねただそうなってくるじゃあ中日ヤクルトと対戦する場合は中日の方が有利っていうことにはなってくるんですかそれもちょっと同点を取っていくかっていう、うん、で誰を使うかっていうことに関して、うん、現場で見てる人が一番分かるとは思うけどもなんかしっくりこないんだよその適材適所とか迷走しちゃってるのかなっていう使い方だったりとか思い入れが強すぎるということでさまあそうですね、うん中田翔選手がねやっぱりいないっていうのも大きいとは思うんですけどまあまあそれはもちろんそうだね、うん、だから俺の中ではもっと強いはずなんだよ、はい、でメンバー的にもそうですよね、うん、だからもう3対2、うん、3対1とかぐらいで勝てるチームだと思うんだよ、うんうん、だからこれがねなかなかやっぱこう入らない時は点が入らないというかさそうなんですよね、うん、入れる術はあるんだろうけどもなんかそこを手をあんまり打ってくれないというか、うんまあ、そんな感じがするんだよねでヤクルトはやっぱもうピッチャーがちょっとな、うんまあ、オスナ・サンタナとかさ、まあ、村上もそうだけど頑張ってるけどな、うん、なかなかやっぱこう守備も あんまり良くないところもあるし、はい、ちょっともたつくだろうなと思うよということはこの5位と6位のチームはどっかが、ね、あの1チームスイープとかではなくだから、ね、交流戦でちょっとね A クラス B クラスが分かれちゃうんじゃないかなっていうような気がするんで、ね、そこを聞きたかったんですじゃあ交流戦に入ってパリーグと当たりますちょっと離れてくる A クラス B クラスがなそれはどこのチームが A に行ってどこのチームが B になっていくかだから阪神広島、うん、阪神広島いやで別れこうして俺はね一瞬 DeNA が行くと思う、まあ、交流戦はね成績 DH があるからああもうとにかく打ち合いになると思う、はい、だけどもたんかパ・リーグのバッターにピッチャー陣が、まあ、みんなソフトバンクとはね当たりたくはないと思ってると思うんですけどパスするパスっていやいやだから DeNA がやっぱあれだけ打つ能力が高いからねはいだから今年パ・リーグのピッチャーじゃあ例年通りいいかっていうとさ、うん、そこまで良くないんだよ、うんはい、いやだから DeNA が打ち勝つかなっていうじゃあ交流戦で DeNA が A クラス3位2位1位、まあ、3位だなただね広島がねちょっと苦手なんだよね交流戦、はい、ということは広島がでもね広島は今年行くと思うよそれはやっぱ安定感がある今見ても、うん、だから、まあ、阪神は投手力もあるし、うんまあ、DH を使ったらちょっと幅広く攻撃もできるし、はい、だからまあそうだな阪神、広島、DeNA、うんうん、で巨人中日、ヤクルトはどうなりますか巨人、中日、ヤクルトで巨人と DeNA がまあ入れ替わる感じかなとまあ一瞬な ゲーム差はどうなってますかねゲーム差はどことどこが1位2位が、はいまあ、くっついていきながら3位と離す、うんうん、あ DeNA と巨人がちょっと離れるかもあなるほど2位と3位の間に差がちょっとできるかもしれないっていうことですか、うんうん、でシーズン元通りになったら、うん、DeNA と巨人がひっくり返るなるほどただそうすると阪神と広島だけはこの順位から変わらずシーズン行くんじゃないかなっていうような気がするで下も中日とヤクルトは上がることなくいや中日はチャンスはある交流戦でですか、うん、それはピッチャーがいいから
あそこのピッチャーはパ・リーグに行ってもなかなかいい投手力だよ、はい、うんうん、だからマルティネスまでうまくつなげればな。そうなんですよね、9回までいければって100なんだけどね、 100% なんだよね、勝ちはねまあそうですね、うん、DH を使えたりとかする試合があるから、はい、ピッチャーは無駄に変えなくてもいいんだよ、うん、もう直結でいけって。そうですね、パ・リーグのバッターって高級出題で早打ちが多いから、はい、うん、だから球数少なくいったら8回まで投げれるよ、うん、球数そうですね、そうそうそう、少なくいけそうですもんね、うん、あとここであれですか、 DH で有利になってくるチームっていうのは特に、まあやっぱり DeNA かな、うん、やっぱそれだからものがたくさん持ってるよね。そうですね、打てる DH の選手もいますし、でまあ阪神も多少、うん、まあ糸原とか、はい、原口とか、うん、まあ、糸原なんか本当にバッティングの技術って高いものがあって、うん、チャンスメイクもしてくれるし、うん、まあ、勝負強さ、うん、あとやっぱ速いボールに強いよね糸原、はい、だから山本からも平気で打つしさ、うん、だからまあパ・リーグのピッチャーが速いって言われてて、まあ、その中で糸原入れると活躍してくれるかなっていうふうには思う。ああ、なるほど、三重ちゃんではなく、そこは三重ちゃんの状態にもよるな、右左で変えればいいんじゃない、うん、あ、なるほど、で原口もいるしさ、うん、そうですよね、うん、まあ、交流戦前までは今のままの状態保ちながらいくけれども、うん、交流戦開けてみるとちょっと阪神広島から下がゲーム差ちょっと離されてるんじゃないかなと、うん、で DeNA が一旦ちょっと3位に浮上するんじゃないかと、まあ、交流戦が良くてと。中日もやり方によっては上いけると思うけどね、うん、ただやっぱヤクルトはそうすると、ね、ヤクルトはやっぱねピッチャーが苦しいわ、ちょっと打たれてしまう。やっぱあの投手力だとやっぱパ・リーグのバッターが打たれちゃうかなっていうような感じがするよね、うん、だからその分打たなきゃいけない、うん、でもパ・リーグのピッチャーの方が多少いいって考えるとさ、はい、セ・リーグで平均 4から5を取れるとしたら、はい、3から4って考えとかなきゃいけないもんね。ああ、そうか、まあ、そうなってくるとやっぱ投手力が鍵を握ってて、はい、じゃあ何点に抑えるんだって、うん、じゃあ3点で抑えられるかっていうとさ、それはちょっと厳しいかもわかんないということで。そうですね、まあね、混戦セ・リーグと言われて現在もう5ゲーム差の中に1位から6位がひしめいていますけれども、はい、ちょっと交流戦開けたらちょっとねゲーム差ができて順位もちょ変動するのか、あと1ヶ月後が楽しみですね。そうだな、はい、で必ずコメントが来るよ、来ますね高木の言うことは当てんな真逆を言ってればなるんでね、うん、それが面白いわ、ね、何言ってんのもうそれすらも自分の言うよ、うん、そうだよ、それが面白いと、それが面白い、もう見ててください、はい